俺だよということで、どうもおはようございます。こんにちは、こんばんは。リュウジンと申します。モンスターハンターワールド実況プレイ撮らせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、今回もですね、ガンランスの装備紹介なんですけども、皆さんこのガンランス見たことありますでしょうか？これ実はですね、ドスギルオスのガンランスではないんですね。マムタロトの報酬武器なんですね。実は、こちらですね、ガイラバスターの、麻痺属性のガイラバスターなんですけども、オリジナルがこっちですね。ガリュウジュウソウ、黒闘金かな、わかんないけど、これがドスギルオスのガンランスの本家なんですけども、上位互換って言われてますよね、ガイラバスターが。カスタム強化の数とか防御力ボーナス 防御力ボーナスですね、と切れ味うんぬんかんぬん、いろいろと細かいところありますけども、基本的にはガイラバスターの方が上位互換で使えるんじゃないかなと思っていただいて構わないと思います。ということで、今回はですね、この麻痺属性のガンランスで、麻痺させることだけに特化させた装備をね、皆さんに紹介していこうかなと思います。こちらをご覧ください。溶残流、なんて言うんだろうね、ちょっと分かりませんけど、ゾラ・マグダラオスのシリーズスキルですね。攻撃で会心を発生した際に与える状態異常値が高くなるですね。地味にね、結構強かったりするんですけども、会心がないとあまり意味はないですね。そして、見切りレベル4、麻痺属性強化レベル3、弱点特攻レベル3、ガード性能レベル3で、ボマー匠不屈は、不屈やったかな、はもうこれはおまけですね。申し訳ないですけど、これはおまけでございます。実質ここがメインですね。ガード性能と弱点特攻、見切り。で、なるべく頑張ってね、会心率を発生させつつ、麻痺属性強化で強化しつつ、シリーズスキルでもっと麻痺らせちゃおうぜっていう、そんなカスタムです。ちなみに麻痺属性値が550もあるので、持ってるとはいえ、かなり、手数が少ないからね、でもね、弱くはないと思うけど、手数が少ないから、妥当かなとは思いますね。それではね、この麻痺属性特化したガンランス装備で、誰かのクエストのところ助けに行って、麻痺らせて、ええ感じになればいいかなと思います。クエストを受注していきます。はい、ということで、比較的ハンターランクの低めの方のところに、お邪魔して、助けに行っちゃいましょう。サポートするぜ、麻痺でよ。さあ、ということでやっていきましょう。今来ている期間限定のコードレッドですけども、オーブがね 欲しいんですよ、私。そう、装備のね、オーブが欲しいので、このクエストちょっと回っていきたいなと思うんですけども、あれ？どこだ？もう倒したのかな？いないな。もう倒してくれたと思ってよかかな。大丈夫やね。じゃあちょっと次のモンスター出てくるまでカットします。来いよ、ほら。トータルオドガロンでした。ということで、オドガロンですね。最初にはもうアンジャンフ倒しちゃったみたいですね。よし、じゃあ早速オドガロンを麻痺らせていきましょう。麻痺属性特化ですから、こっちは。もう麻痺させることだけのことを考えて、やー、来た、いらっしゃい。早いね。いいっすよ。ほら、もう双剣2枚と、ライトボウガンか。もうこれはもうオドガロン蜂の巣ですよ。はい、大丈夫です。ここは叩きつけましょう。やっぱ麻痺だから、やっぱ手数があった方がいいよね、おそらくね。だけど投げ払いとかはどうなんですかね。やった方がいいのか分かりませんけど、でもダメージも取らなきゃいけないのも辛いとこで、ね。だったらもう麻痺はガンランスじゃなくてよくないっていう話になってきますけども、ね、そんなこと言ってもね、ちょっとあげまへんよ。さあ、じゃあ麻痺出していくよ、どんどん。月主体でやっていこうか、じゃあ。でもね、オドガロン結構動き回るからな、難しいんですよね、攻撃当てるの。はい、麻痺らせる2回目。いけいけ、ほら、やれやれや、どうも。おっと、いけいけ、もうやっちゃえやっちゃえ、もうほら、ライトボカもやっちゃえ、ほら。マルチとはいえよ。ね、麻痺属性値も上がってますからね、スタン値とかもマルチで上がってますから、ね、特にね、もうスタンを取ろうとしてる人たちは辛い思いをしてるわけですけども。ナイス。これはもう月々やった方がいいのかな。こっちの方がなんかこう、結果的には麻痺らせてくれてる気がするけどね。気のせいかな。ナイスカット。危ないな。ちょっと、
双剣さん止めてください。敵はあっちの方にいますよ今。何すべきかい。さあこれはカウンター、おいで。オッケー、やっぱガード戦のプラス3はあって当たり前だな。おお、脅からも慣れたもんだぜ。はい、それ疲れてますけども討伐完了。すごいな、短時間で2回まひらせるのって結構優秀やな。あ、これはちょっと逆に面白くなってきたね。ガンランスでまひらせる、うん、サポート特化も悪くないですね。では、次のモンスターまでカットします。さあ変わってこい。ということでリオレウスですね。さあやっていこう。さあリオレウスの弱点部位は羽だったかな、確か羽でしたっけ。羽と頭、頭かな、まあ、頭なんで頭やっていきます。さあひんねえかな、これは尻尾当たってないよ尻尾が。ストンプ気をつけてって言ったらもう俺食らってんだよな。これ尻尾きます。 OK、 やっぱ頭狙っていこうかね。頭ね、麻痺らせるんです。いやー麻痺はいいな。でも一周回ってマジで気持ちいい。さあガンガン殴っちゃってください双剣たちよ。こう怒るでしょおそらく。怒らない、そろそろ怒ってもいいと思うけど。怒るよね。さあバックステップはもう確定なので、そこ、この間に頭を攻撃していきます。会心が出たらもうそれだけでいいので、会心ガンガン出まくってまひらせるよ。 OK、 V100 です。どーっつギリ耐えた。尻尾が1回転しない。こっち、こっち、いやこっちか。ストンプ OK、弱点までが遠いな。オッケー、叩きつけは会心じゃない、あ会心なんだ、ラッキー。尻尾いきましょうかね、柔らかいし。さあもう一回ぐらい巻きってもええけど。ナイスカット、尻尾カットです。ナイスです。麻痺いるんです。あ2回、あ終わった。あこれ強ない、麻痺属性値500オーバーは強いなね。えこれ実は何特定のモンスターでだいぶ役に立つのでは。これこそほらマムタロットとかね。いやそうでもないか。さあやっていきましょう。ラストテオテスカトル、あぶね、あれあれ防御間に合ってね、熱い熱い。いやマジで麻痺させることだけだから、もうほんと防御面ほとんどないからな。ガード性能しかねえもんマジでも特化させてなんぼでしょ。ほんと爆破当たるかな、これ当たった。回収率、うんこれはまずい。やっぱ頭ですね。ほら発動させて、ほらどんどん、ちょっとビビって攻撃が遅いな。頭、頭がいいな。よーしマヒルありがとう。叩きつけないんやろこれ。オッケー、あここまずい。古竜からの、古竜の方向からはある程度の攻撃は確定するんで、耳栓は欲しいところ。うふ、ただまずでもあれだな、あおおやっぱあれだわ、古竜だわ、めっちゃ怖い。ちゃんと回復していきましょうね。スーパーノバ、はい素晴らしい。滑り込んで当たらない、当たった、ラッキー。爆破はしていきますよ。まあひんねえかな、前足とかダメか。あいいっすね、いい角度、どんどん目減らしちゃうよ。ほらまあひんねえかな、もうええやで。ほらほら回心率がやっぱり 100% で麻痺が一番良かったんですけど、やっぱこうゾラマグダラウスの装備のことを考えたら回心率も難しいな。 100% で本当やりたかったんですけどね。 100% のゾラマグダラウス、お何やだった、回
考えたかったんですけどね、なかなかやっぱそういう都合のいい装備はできないわけで、もしかしたら追加の装備でできるかもわからんし。おうふ、起こった起こった、起きて起きて、ほら危なかったね今の。一旦グレート飲んで落ち着いて、オッケー、火炎放射、あ、これ麻痺ってる、ナイス、いいねいいねいいね、どんどん麻痺出しちゃおう、よし、うー怖っ、テオテスカトルに 滑りに行くという。さあ、ということで、ではフルバースト、落ちろ、落ちたな、落ちた後には弱点の顔をひたすらついていく。2回目ねえかな、2回目じゃない、3回目ねえかな、うふ、流れ弾が当たった、1回だけついてこう、やっぱさすがに3回目だよっつもんね、やっぱなかなかまひらないでしょう。ほらほらほら、うう、体力しっかり見て確認して、そこへ、うい、うわこれでも歴戦じゃないとはいえ交流ですからね、気合でかんと、お、ラッキー、ファイヤーナイス、さあナイス、まひんねえかな、まひらない、お、やばい、体力全然見なかった、まだまだ、あぶねえ、助かった今の、よしよしよし、思わず一応するとこやった、やっぱ体力増強を持ってないカスタムはやっぱダメですね、なんか過信してしまうわ自分、まだ大丈夫やろう的なね、いや体力ゲージ見るよって話なんですけど、それできたら苦労しないなって感じなんですけど、よし、まひかと思った、違ったわまあということで、なんとか無事に討伐できましたね。麻痺ガンランスか、まあ、こういう、まあ、特化した戦い方嫌いじゃないですけどね、やっぱまあそうやな、マルチ向けやな、ソロで使うことはほぼないでしょう、ガンランス自体がそんなに強くないので麻痺ガンランスは、まあ、ちょっと火力要因として持っていくんだったらもう他の武器使った方がいいのか、それともサポート系だったらもうおとなしくガンナーさんとかに任せましょうという感じで、今回の装備は以上となります。まあなんかのネタにしてくれたら嬉しいななんて思ってます。ではご視聴お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。